おはようございます。速稼塾の久保でございます。大体物事に対するときに失敗する法則っていうのが3つほどありまして、1つがですね、思い込みですよね。自分が勝手に思ったことがそうなるだろうと思って失敗しちゃう例がありますよね。2つ目は情報不足です。とにかくいろんなことをいろんな角度から判断しなければならないときに、情報がない、情報を取りに行ってないがゆえに起きる情報不足ですよね。そういうことでミスる例が多いと思います。で、3つ目がですね、侮っていること、油断しているってことなんですよ。絶対大丈夫だろうっていう意識に陥った時に、そこに隙が生まれて、失敗してしまうっていうことですよね。まあそういった形でビジネスにしても投資にしても順調にいくと思えば思うほど失敗が起きてくるわけなんですよね。ですので失敗ってのは調子のいい時に起こるというふうに考えてもいいと思います。ということは、何も起きてない時にどれほどリスクヘッジをして自分の判断にミスがあった時にその防御策を講じているかっていうところが、大ダメージを受けて再起不能になるか、それともダメージは受けるんだけども復帰可能なレベルで収まるかっていうことが言えるんじゃないかなと思います。昨日はですね、J コスメの倉敷会場で事業説明会があって、まあ、行ってまいりました。で、その模様はですね、ちょっと録画もできないんで、私がメモを取ったものをね、昨日まとめて私の感想として2本の動画にまとめて、すでにアップロードしておりますので、速稼塾の塾生さんはそちらの方をご覧いただければと思います。そしてですね、今年中に、全ての内容をまとめて、来年からこうですよっていう風な見通しをですねお話していこうかと思います。これもですね、情報不足だとできないことであると思いますし、油断をしてれば法外のお金をねドンと言ってしまってダメージを受けることもあると思いますし、侮っていれば自分のやってるね資金活動が大した裏付けもなく、侮っていれば、甘く見ていれば大きなダメージを受けることがあると思います。まあ、私も毎日の発信でですね、リスクヘッジってものとか余剰資金っていう概念がよく分かっていればこれが起きないと思いますし、やっぱルールを知るってことですよね。そしてそのルールは変更があるってことなんですよ。契約書っていうのは契約した後にいくらでも書き換えることができるということ、そして状況の変化によって約束は守られないことが多いってことは、もうこれね、何回も味わってきて当たり前のことだと思うんですよね。私は当たり前だと思いますんで、約束が破られていても契約が変更になっても全くそこにですね不具合を感じないようにリスクヘッジをしております。でも約束が守れるという前提で絶対この契約は守れるはずだというふうに油断をしている人は大きなダメージを受けることが多いですよね。世の中はですね、うまくいかないことだらけです。一寸先は闇です。それが当たり前だと思いながら行動しないと再起不能になってしまうこと、そういうことがよくありますんでね、昨日の事業説明会でも出席された方はね、不安がだいぶ払拭されたというふうに聞いております。そしてですね、昨日の事業説明会でですね、なんと私の動画があるルートから出回っていてですね、もう私の動画を見てる人がたくさん会場にいらっしゃって、ずいぶんね私の周り人が取り囲んで、まあ、握手ですとか名刺の方とか求められたりね、事業説明が終わってお電話をねいただいたりとかでね、ずいぶん長い間お話しさせてもらったということもあります。だからね、やっぱり動画の効果ってすごいなっていうのと考えるのと同時にですね、その J コスメに関しては、なんかサポートしてる人がそんなに少ないんだなと思いましたね。私に集中してると、私も単なる一会員なんで、あまり負担をね、どこまでできるかなってことですけども、精一杯やらせていただきますね。はい、という形でですね、今日失敗する法則3つをお届けしましたけど、皆さんしっかりと失敗する法則守られてるでしょうか。リスクヘッジとかね、余剰資金という概念も大事なんですけども、失敗する法則としては情報不足っていうのが多分多くの方に当てはまるんではないかなと思いますね。情報不足から来るやっぱり油断とか侮りですよね。それから思い込み、この3点をですね、潰していくことによって大きなダメージを受けることなく、どん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 資産的にも人生的にも精神的にも失敗を避けて成功に向かうんではないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは今日はですね、かなり大事な内容を、かなり厳しい内容ですね、2016年12月の私のですね放送の中から抜粋してお届けしますので、こちらの方も限定公開になってますので、速稼塾の塾生さんだけこちらの方の音声をご覧ください。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。